発表させていただいてお願いします。明幕の賢きイザナギの狼、つくしの姫家の立花のおどのは萩原に、みそぎ払えたまいし時になりまぜ、払え殿の狼たち、もろもろのまがごと積み汚れあらもうが払えたまい、清めたまえと申すことを聞こしめせと賢み、賢みも申す。にかむずまりますすめらがむつかむのみかむのみのみことも、やおよろずの神たちをかむつどえにつどえたまい、かむはかりにはかりたまいてあがつめみまのみことは、豊橋原のみずほの国をやつ国と平家後ろしめつことよさしまつり企画よさしまつりし、この地にあらぶる神たちをばかむとわしにとわしたまいかむはらいにはらいたまい、こと砥石岩根木根たち草のかき葉をもことやめて雨の岩倉放ち、雨の八重雲を伊豆の地脇に地脇で天下しよさし祭りき、かくよさし祭りしよの国中と大山と日高見の国をやつ国と定め祭り、ひたつ岩根に宮柱太しく立て高間の原にちぎ高しぎ、すみびまの御事の水の宮らか使え祭り、目の御影日の御影と隠りまし、安国と平家釧路神さん、この地になり遺伝雨の真冬と乱、過ちを貸し天狗三佐の罪事は、天包み国包みここだくの罪遺伝、各遺伝は天罪やごと持ち、天つか南洋もと打ち切り、末打ち立つて作らぬ大き蔵に置きたらはず、天つすがそうもとがり立ち、末刈り切りてやはりに取り裂きて、天津のりとのふとのりとごとの、格使え祭り終えて、これの、ラサの家の守りの神と祝い沈め祭れる、かけ幕も賢き、姫見間神社の大前に、賢み賢みも猛作、この宮を沈み屋のとこ宮、沈まります。神宮皇后八幡の狼、住吉の狼たちのたらきとおときに目ぬ、仰ぎ祭りたたえ祭り平沢の家のうからやから、大前に舞い連なり、ゆかり深き京の行く日のたるきに、お仕事の試しの間に間に人こそに人たり、み祭り使え祭るというまはり清まはり、宮代のうちと荒い清め、まさがきに言うとりしで、大前には三毛に三木、寒さのためつもの盾祭り、たたえごとをえ祭るさら、平けく安らけくきこしめし、今、よりのち、狼の御恵みかが降り祭りて、よよの御親たち、狼に仕え祭りこしみ心のまにまに、板つき励むさま、みそのあすまり、神の道をまことの道といただきまち、清き赤き誠を待つ、追い持つ技に勤しみ励む、片身にむつみなごみつつ、いやますますに世の人の殺、進めしめたまい、海の子のやと続きに、生かしやぐはえのごと立ち栄え、使え祭らしめたまえ、かしこみかしこみ、もうもうすー。
で出てちょって。床に手をついてるみたいな。はい、どうもおめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。えらい大勢お参りいただいて、今日、今年もえらいこっちゃ神様って書いてあるんですけど、そうじゃねえんだ。この上等祭、建物建てるために上等祭をやる時の神様だな、どうも、うん、ちょっとわからないって見えねえけど、うん、何しろ姫宮様はちょっと昔から由緒があるってことは分かったけども、一体それはどういうことなのかわからんわけ。いくら調べても調べているんだけど、わからんことの多すぎるわけ。とにかく何だか知らんけど、まあいろいろ大勢来ていただいて相当集めた、信仰を集めたお宮だろうというのがあるわけ、うん、全然わかんない。あとその細かいことが、そういうことですね。神様だってそのようにちょっとこの地域、稲でこの、地域、小泉地域が鎌倉時代かな、それより前くらいかな、工藤の一族がちょっと勢力を張ったことがあって、うん、工藤のもともとは伊豆だね、伊豆から来た人たちが勢力を張っていたんで、何百年か勢力を張って終わっちゃった時に、一帯はどうも諏訪所って言っちゃったらしいけど、そういうことがあったのか、あるいはもっと古代松本、安住、安住って言葉自体が海だよな。それであっちの人たちが千年もないでだんだんと、伝わってきて、ま、松本大町行った人松本行き、その子供はまた千代路に来て峠を越してこっち来たと、
いう人かなと思うのは、人は移住すると必ず、次男が移住するとか本家へ行って元へ戻って本家行って本家の祀ってる神様をもらってくるわけ。もしね、みんなそれやるわけ。だからこの神様をルーツ調べるっていうと自分の出身がわかるわけです。そういうようなことでこの地域にね、他の稲の地域にないような神様が何人か祀ってるわけ。うちの人は知らんわけ、そのことは。おかしいよ、ちょっとおかしいよって言うけれども、それは昔からこうやってもわからんって言うんだけど、そういうことがあるわけ。地域によってちょっと特殊の神様も祀ってる時があって、美濃は、この人の美濃はわかるかな、美濃はに、やっぱりこの稲で祀ってる神様と違う神様をちょっと祀ってあったんだよ、これ。ちょっとどうやるかね、ちょっと言ったら学校の先生の中に言って、ちょっと調べるっつって、ルーツする、調べ出したわけ。名字と。もんどころ、自分のもんどころと、それから祀ってる神様と、それを頼りに図にやっていったら、やっぱり山梨まで行っちゃったね。山梨行ったら同じ姓で、同じもんどころで、同じ神様を祀ってる人いるわけ、向こうに。結局、武田がなんと強かったんで、武田攻めてくるわけ、信州で。で、戦争終わるっちゅうと、戦い終わるっちゅうと、いやほら、ここはいい、広いし、いいところで、こっちに住むっつって住み出すと、だいたい向こう行って帰って、神様もらってきて、祀るわけ。そういうことをやってたわけ。だからね、ちょっと調べて、誰か、3人か、そっち誰か調べてみてくれや。戦争のやり方、日本の。向こうのやり方と全然違うと思う。なぜかっていうと、中国なんかその、城壁に囲まれてるじゃん、都市が。全部の都市が城壁、ものすごい城壁に囲まれているわけ。それは戦いはしょっちゅうあるんだけど、あると結局水面押しにされるか奴隷にされるわけで、これは中国はそういう城壁に守られていたんだけども、みんなそうなんだよ、他の国も中近東みんなそう。部族間の構想があるんだけども、負けた時にはとにかく奴隷にされるか売り飛ばされるか、そういうことをピアってたわけ。すごいね。十字軍のあれはそうだね、だいぶ資料があるんで見るって言うと、今でなんでそんなバカバカしいことやったんかと思うこと、みんなやってるわけ。で、日本の戦いを見るとないんだよ、あんまりそういうのは。だって一般の人なんかあったんだけど、あんまりないじゃん。中国で戦争やった時には人口が1割なくなったと。1割って言うと内戦でだよ。だから結局今で言うと1000万人の死者があるくらいのことをやってるわけ。一番ひどい時には半減したっていうのは国民の数が、そういう戦争するってことは武士同士、じゃなくて一般の人もみんな被害を被ってるわけ。日本にはそういう戦いはないんじゃないかな。関ヶ原でやってみても、あれだけやってみても、関ヶ原でやってみても一般の人たちの戦死者ってのはないんじゃないかな。面白いね。だから戦争のやり方自体もどう見ても日本のやつは喧嘩だな、で、そんなことで部族間のあれもとにかくね、人のとこ行って俺はここはいいで、ここに住むでつって結構暮らしておる。そういうようなことも含めて順に考えてくると、日本人って一体何かなということになる。何もされちゃったんだ。うちの方行って、私たちは、はい、お願いします。はい、もう寒くていい感じ。行ってくれるの？いや、全部行かない。ほら、いいなさあ、それじゃ向こうだわ。いや、俺、こんなに来ると知らんもんで、ね。